前回の動画では、両党鉄律について話をしました。これはどういう状態やったかって言うと、大覚寺党と寺明院党っていう二つのグループに、ま、天皇家が分かれていて、そこから順番に天皇が即位をしていく。こういう状態やったわけね。ただもちろんこれは幕府の統制のもとに、幕府の介入があって行われていた状態やったわけです。 ところが、その幕府の介入のもとになり立つ、この両党鉄立の状態を大きく変えようとした天皇がいたわけね。それがこの五醍醐天皇です。まあでも、この五醍醐天皇って、実はもともと天皇として即位する予定はなかったんです。この五歌天皇、そしてその息子さんの五二条天皇が、この五醍醐天皇より先に即位していたんやけど、 この五二条天皇の息子さんに、国吉親王という人がいました。国吉親王、ちょっとまぁ新皇を省略するけど、この国吉親王が、本当はこの花園天皇の後の、大覚寺島からの天皇として、即位をする予定だったんです。ところが、 まだこの国吉天皇は幼いので説によると病気を患ってたっていうような話もあんねんけど一時的な中継ぎピンチヒッターみたいな形でこの後醍醐天皇は即位しました。 なので、この五大五天皇のお父さんの五歌天皇、そして五二条天皇、さらに幕府の意図としても、この国吉親王が大きくなれば、五醍五天皇に位を譲らせて、その後の天皇も、ずっとこの五二条の天、二条天皇の系列から出していこうとしていたわけです。でもそれって、この五大五天皇から行くと納得いかんよね。なんか自分だけちょろっと中継ぎで出て、 その後はもうずっと自分の息子たちは、天皇になれないわけだよね。なので、ここでさらに、ま、大覚寺党と寿命院党っていうのが分かれていたんやけど、ここでさらに、大覚寺党の中に二つの派閥ができるような状態になってしまったわけなんです。ここで対立ができてな。そしてさらに、この五大五天皇と国吉親王側の対立っていうのは、 結局こういう両党鉄立でややこしい状態を生み出してしまっているのは幕府が力を持っているからやと。この対立によって五醍醐天皇は幕府に対してもどんどん反感を抱くようになっていたんです。そして1324年。ま、この五大悟天皇からするとこの五歌天皇というお父さんをなかなか逆らいづらいよね。そのお父さんが亡くなった3ヶ月後、それを見て、 倒幕の計画を実行に移そうとしました。これが小中の変と呼ばれるものです。ま、でもこの東博の計画、え、実行に移す前に、え、事前に六原丹大にバレてしまって、この五大五天皇は捕らえられてしまいます。ま、でも実際に計画を移していたわけではなかったので、ま、五大五天皇の側近みたいな人たちが、こう流されたりはしてませんけど、五大五天皇自体は、え、どまることができました。こういう変があったでね。 そしてさらにこの7年後後醍醐天皇のなんかこうすごいところっていうのは諦めへんところやね一回失敗しても何回失敗してもこう挑戦するようなところがあるわけです1331年に元ーの変というのを起こしますこれは漢字間違えんようにね原稿の変というのを起こします,この,のこ,しますこの変の時はなかなか優秀な武将も集まっていましたちょっと先になっちゃうけど その中にいたのが、この楠木正成と呼ばれる人物です。楠木正成。この上の人、まこの写真、この絵が実際にその人がどうか、ちょっと怪しいところもあんねんけど、この人はみんなよく知ってる、足利尊氏やね。まこの頃はまだ尊敬の尊じゃなくて、こっちの鷹を使っていました。 足利高です。この足利高氏とか新田義貞っていうのはもうちょっとこの後になって五代五天皇にま使えるような形で倒幕を進めていくわけやねんけどこの楠の木正成はこの早い段階からこの五代五天皇とともに倒幕の勢力として加わってましたこの時にはもう楠木正成は倒幕の勢力としていたわけやね そしてさらにこの後、え足利拓氏とかと、えぇ、五代五天皇はこう対立するようになって、南北朝時代っていうのに入っていくわけねんけど、その時にも楠木正成は、後の室町幕府に着くんじゃなくて、この五代五天皇に付き従っていったよね。ま、なので、この楠木正成は、ま、戦国時代とか、あとは戦争の時とか、太平す戦その時とかに、ま、武士の鏡とか、神民、神民っていうのは、 真下の神ね、の鏡として崇められました。ただ、この原稿の辺も、事前にやっぱりこれまた計画が漏れてて、五大五天皇は失敗してしまうんです。そしてさすがに幕府も二回目は許しません。この五大五天皇は起きに流罪になってしまいます。ただ、五大五天皇がこう、ひたすら続けてきた、こう、倒幕の取り組みやね、黄色で塗っちゃったな。倒幕の取り組みが、なんて言うやね、 だん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 時代の流れと合ってきて、え倒幕の勢力というのは各地に起こり始めます。その一つが、この楠木正成やねな。いや、違う違う、足利高氏やねな。この時足利高氏は、もともとは幕府側の人間でした。もう一人、新田吉沢だって人もいるけど。この二人はもともと幕府側の人間で、どちらかというとそういう倒幕の勢力を取り締まる側やってな。 クスノキマはもともとは前の動画、以前の動画でも話したことがある悪党と呼ばれる人物たちです。要は御家人とかが身を落としてしまって、ま土地とか力を失って、各地で反乱とか起こしていたわけね、幕府とかに対して。その中のリーダーだったのがクスノキマところがこの足利高氏、特にこの高氏は元々 その特捜先生政治の中でも高い身分にあったね。まあ主流ではないので、こう、北条懸命と思っていた人ではあったんやけど、どっちらかっていうと幕府側の人間でした。それがこう、幕府を倒そうという勢力と戦う中で、だん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 この人たちも倒幕の側に回っていくんです。そして、こっちもろさんでよかったな。最終的にどうなったかっていうと、足利高氏は、六原丹大を滅ぼします。 六原団体なので、京都を抑えたってことだよね、もう。朝廷の側の、朝廷がある京都の幕府勢力を抑えたってことです。えそして、新田義貞は、もうその幕府の本部やね、北条氏、徳宗家を滅ぼしてしまうわけです。をそれぞれ滅ぼしました。こうして、千三百三十三年。 さっきの原稿の辺から言うとわずか2年後のことやねこの数字は覚えておいてもいいんじゃないかなと思います1333年鎌倉幕府は滅亡しますよと鎌倉時代はここで終わるわけです そして、この鎌倉幕府の滅亡。一番粘り強く頑張ってきたのはこの五大五天皇やね。この五大五天皇によって新しい政治の仕組みが進められていくんです。